皆さんこんにちは。今回は前回取り上げた壊れた金属ブロック部の改良について紹介します。前回までの動作確認を終え、別の条件に組み替えようと自作の CPU クーラーをマザーボードから外そうとしたら、金属ブロック部、シリコンコーキング剤で接着、シーリングをした銅板とポリカイタが剥がれてしまいました。コーキング剤がダメになってしまった、それともポリカイタや銅板とコーキング剤の相性が悪かった。今見返すと他にも問題があるかもと感じましたが、いずれにしても根本的な原因が判断できず、このコーキング剤を使った構造をどう改善すれば、改善策があってもそれでもう大丈夫なのか、確証を持てませんでした。じゃあ他の接着方法にしよう。ついでに構造を根本的に変えたものも準備しよう。そんなわけで今後はこれらの金属ブロック部、2つを自作 CPU クーラーに使っていこうと思います。1つはこれまで2枚構造だった金属ブロック部を、銅板1枚だけにしたものです。こちらは前回動画でも簡単に紹介したものなんですが、今の自作 CPU クーラーでも使えるように追加工してきました。前回時点ではただ銅板に4箇所切り穴を作っただけで、これにボルトを通して組み立ててもボルトの頭と PC パーツが干渉して、正常に CPU と CPU クーラーを密着、設置できませんでした。そこでコメントでいただいたアドバイスを参考に、ボルトを通す穴を段付きにしてボルトの頭が飛び出ないようにしました。これで PC パーツとボルトの頭の干渉はなくなるでしょう。ところで、段付きの穴にしました。サラボルトを使えるような形状は、採用できませんでした。採用できないんです。実は銅板の穴開けは私が電動ドリルで作ったんですが、穴の位置精度がボロボロで、接続するパイプ部のネジ穴と、私が作ったボルト通し穴の中心位置が、おそらく 0.5 ミリ以上ずれているんです。だからサラボルトみたいに自動で位置調整しちゃう、位置が合わないと肩当たりになるボルトは採用できませんでした。まあ運よくこれまで使ってきたボルトが超低等ボルトという、ボルトの頭がとても薄いもので、厚さをヒートスプレッダに近い3ミリ厚の銅板に段付き穴を作っても、1.5 ミリくらいは残せたのでこの形状にしました。超低等という特徴の他はほぼ普通の六角穴ボルトなので穴位置がずれていても調整されません。今回はこの特徴に助けられた、という感じです。それで今回の制作を通して私、ハンドドリルの制作下手だなーってつくづく思いました。これまでの制作で使ってきたアクリル部品はレーザー加工機で切り出されたもので、金属製の部品は大体既製品です。金属部品の加工して用意するとかは、ほぼやっていません。なので部品調達が結構大変というか、重要でした。アイディアを実現できるかどうかに関わる部分なんです。まあだから簡単にアクリルを 0.1 ミリくらいの精度で切り出せるレーザー加工機を多用してきました。逆に使っていたレーザー加工機で準備できない、ポリカイタや銅板は外注したり汎用品を購入したりしていたんですが、銅板はこの単純な形状のものしか準備できなかったんですよね。銅板に穴開けまでやってくれるサービス、外注をまだやったことはないし、ろくに調べてもいないしで、今のところ知りません。それで、まあ穴開けるくらいならできるだろう、と気軽にやってみたんですが思った以上に中心位置がずれて、M4 のボルトを通すのに 5.0 ミリ以上の直径がないと、4箇所ボルトを通せませんでした。それに対してネジ穴がある側のパイプ部は加工精度がある前提で作ったので、ネジ穴以前の、この変な形のパーツの通し穴の直径が 4.1 ミリ、0.1 ミリくらいしか余裕を持たせていません。そもそも難しかったかもしれませんが、電動ドリルに5ミリのドリルビットをつけるときは、ちょっと悲しかったです。そりゃ工作機械の一つも買いたくなりますよ。実感しました。まあもし私が使う場合は近所のホームセンターでレンタルすると思います。予算も置き場所も使用頻度もそんなありません。今度、金属を切削する必要が出てきたときはそこで作ってこようと思います。というか個人でも気軽に加工機を使えるなんて、ほんとありがたいです。これも DIY が流行した恩恵なんですかね。まあそんなこんなでこの銅板は出来上がりました。ひとまず次回以降の動作確認はこれを使っていきます。もう片方のはまだ未完成です。沸騰の検討をした際に使用する予定なのでその時に続きの製作をします。製作としては先ほどの銅板の中央に大きな穴を作ったもの1枚と、これまで使ってきた銅板1枚をハンダ付けして接着。コーキング剤で接着した端部をシーリング、そんな感じに作る予定です。CPU クーラーにおいてコーキング剤での接着をどこまで信頼していいかわかりませんが、ハンダならまあ十分でしょう。
一応この考えは制作当初からあったんですが、先ほど話したようにこれまでのポリカイタの形状を銅板で作れませんでした。ステンレスだったら簡単かつ1000円くらいでポリカイタと同じ形状のものを外注できたんですが、ハンダ付けが容易な銅だと戦術の通り入手方法がわかりませんでしたが、先ほどの銅板を作るにあたってどうせだしこれも手作りしちゃうかと思い作った次第です。まあ制作はさっきと同じで大変でした。四隅の穴位置がズレズレなのもそうですが、中央の穴位置もずれていますし、ポリカイタと同じ穴形にできませんでした。開けるのが大変で途中で諦めました。ここの穴開けについては本当にボール板を使いたいそう思いながら電動ドリルで頑張っていました。謎行動です。というか形状的には簡単に入手できるステンレス板は当初ハンダ付けが面倒だからと敬遠したのですが、今さら調べたらそんなに難しくないようです。てかステンレスのハンダ付けに使えるフラックスをすでに持っていました。なのであとはステンレス用のハンダと外注してステンレス板を揃えればできます。費用は2000円いかないくらいです。対して銅板は材料自体は数百円ですが、加工の手間とこの完成度、作っといてあれですが、ステンレスに切り替えようかなって最近揺れています。まあひとまずは銅板を使いますか。なんとか作ったことですし、残りのハンダ付け作業はおそらく沸騰の検討の2回目、製作や動作確認が順調に進んだらパート32で実施する予定なので、そこで作業の様子となぜ今回やっていないかの理由を紹介できればと思います。動画時間の都合と私が覚えていたらという変な制約がありますが、ひとまずこれらの金属ブロック部を使って今後の自作 CPU クーラーの製作、動作確認を進めていきますのでよろしくです。次回は放熱の検討の続き、ラジエーター部の改良版を紹介する予定です。この動画を制作している時点ではまさにその制作中なんで、うまく作れるか、どんな動作になるかドキドキですが、いい結果が紹介できることを願いつつ、まあ一個ずつ作業を進めていこうと思います。頑張るぞ。ではでは今回は短いですが紹介は以上です。ここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。